DJ 豊でございます。まあプロデューサー DJ など音楽関係の仕事をやらせていただいておりますが、よろしくです。まあ僕的にはですね、こうメッセージというのはまあ大雑把に言うと、まあこの大変な世の中なんですが、やっぱりある意味メディアというのが今までこう長い間時間をかけて日本人というものをやっぱ腐らしてしまったんじゃないかと思うし、ある意味大人から子供までメディアにやられてしまってるっていう意識がすごくあって、だからこういうことがあった時にみんな一致団結できなかったりとか、やっぱ関心のない人が多かったりとか、まあ今日もニコタマのメッセージとか見てるけども、やっぱり悪いけど 80% はろくなこと言ってない人間ばっかりのね言葉だし、バカにしてるし、からかってるし、だからなんかそのある意味もうちょっと一人一人がもうちょっと目覚めてほしいですよね。だからそのメディアによってやっぱりすごいやっぱ脳みそが腐っちゃってるっていうか、そういう風になっちゃってるっていうか、なんかそのなんつうんですか、バーチャルの世界で生きてるようにさせられちゃってるみたいな、もっと現実を見てほしいし、そういうやっぱ人間が一人でも多くなればやっぱ世の中変わると思うし、まずはメディアを変えない限りやっぱ日本人というのは変わらないと思うな。やっぱりメディアは教育をする立場のある仕事だと思ってるし、その教育する立場であるメディアがやっぱりああいうまあ良くない情報なんかいい情報より多いようではやっぱりちゃんとした人間が育たないと僕は思うので、僕はもうまあそのいろいろ原発の問題とかいろいろそのたくさんの問題抱えてる今の世の中であると思うんですが、ある意味一番やっぱりメディアがきれいになれば世の中すべてきれいになると思うし、メディアがちゃんとしっかりすれば人間もしっかりする人間ができると思う。だからある意味そこから変えることが一番手っ取り早くすべてを変えられるんじゃないかなと思う、俺としてはそう思うんで、まあみんなメディアの情報、テレビ特に民放ね、特にバラエティとかああいうくだらないものに対してあんまり影響を及ぼうしてほしくないかな。やっぱり結局そういうところでいい加減な人間に育るのはすごく嫌なんで、もうちょっと情報っていうのは個人個人やっぱり責任持って自分で処理して自分の人間性を高めるのは自分の力だけだし、誰も助けてくれないし、そういうリアルな現実をもうちょっと今の日本人は平和ボケて足が浮いてるんで考えた方がいいんじゃないですかね、この機会に。僕はそう思ってますね。それがまあ長くなったけど、まあ結局メディアが変われば世の中は全て良くなるよな、そう思ってます。以上です。